オーバーウォッチの PVE なくなるんでしょ。俺オーバーウォッチ2の楽しみもうなくなった。でなんか BA5 みたいなちょろっとしたよくわかんねえ PVE だけ出る。おまけみたいなやつが出る。やっぱね PVE はね求められてないんだ世間に。やっぱ PVE は金にならんのやろうな。全然出えへんもん。 PVP ばっかやもん。ちょっと500歩譲って PVPVE だね。完全 PVE はもう金にならんのかもわからん。なんかグリッチとかさ、いろいろアーダコーダでとっとととっとと攻略されるやん。で攻略されたらコンテンツないもん PVE なんか。であまりにも難しすぎるモードとか出してなかなかクリアできないようにすると批判の嵐やん。だからといってちょうどいい塩梅の難易度作ってもすぐクリアされてさ、エンドコンテンツないコンテンツ不足って言われてもう以下無限ループやもん。一生開発し続けないといけないからPVE はやっぱ金にならんよ。その点 PVP は楽でいいよな。だってステージとシステムさえ作ったらあと一生人間同士が戦ってくれるやん。 PVE はコンピューターである以上さ、レベル100って設定したらレベル100のままやん。俺たちプレイヤーは上手くなっていつかそのレベル100のエネミーを倒せるようになるけど、 PVP はお互い成長していくから一生打ち合いして一生楽しめるんだよな。攻略っていうのが出来上がらないよねなかなか。だから時代がめちゃくちゃ進化してコンピューターが自動的に成長するようになるみたいな、ほんとチャット GPT 的な知能を持ち始めたらワンチャン PVE の時代が来るのかもしれないけど、まだ先だろうなそんなの。なんかストリートファイター6のさ、コンピューターレベル8みたいに学ぶタイプの知能性を持ったエネミーだったらめっちゃいいと思う。違う動きに変えてくるみたいな。 PVE のハックスラが最適ってことなのではどうだろうね。いやまあぶっちゃけモンハンとか流行ってるけど、でもモンハンって PVP の時代が来る前からあったからその時にファンを掴んだみたいなところあるよね。だから今の PVP の時代になってもやっていけるみたいな感じだとは思うけどね。そんな中でクオリティ高い PVE を提供し続けるフロムの凄さをより実感する。フロムもすごいよね。でも結局さ、あんだけすげー売れた半端じゃねえゲームでももうやってる人ほとんどいないよな。 Apex なんかどれだけ DDoS が来てもどれだけチーターがいても4年5年経った今でもバリバリ人口いるよ。結局そういうことなのよ。もうエルデンリングやってるやついないでしょ。でエルデンリング大好きだったプレイヤーもフロムに新作を求めてるやん。そういうことよ。コストがかかりすぎる。大変だ PVE を作るのは。俺フロム系でフロム以外に成功した作品マジで知らない。ニオーとかウォーロン、光栄がちょっと手掛けてるやつ、あそこら辺がギリ入ってるかどうかぐらいで、あと全部死んでる気がする。フロム系ってね結局フロムなのよ。なんかみんなフロム系の鬼畜ゲーをやりたいわけじゃない。ただフロムのゲームがやりたいだけ。フロム以外から出てるダークソウルに誰も興味ないの。ダークソウルがやりたいだけ。結局もうフロムが強すぎる。いや他のね鬼畜ゲームやってみたらわかるよ。雑魚敵の配置の仕方とかクソ雑だから。やっぱもう全然違う。